昨夜埼玉県内では激しい雷雨になったところがありました。ではウェザーリポートで振り返ります。こちら、埼玉県深谷市からいただいたリポートですが、かなり激しく降ってるのがわかりますね。19時10分にいただいたリポートになりますが、この方面、ちょうど19時から20時前後にかけて埼玉県内、激しい雷雨になったところも、多かったようです。こちらでは、例えば熊谷では、午後8時21分までの1時間に46ミリの激しい雨を観測していまし、観測しました。では、それをちょっと振り返ってみたいと思います。こちら、右側は、雨雲レーダーになりますが、ちょうど埼玉県北部に、活発な雨雲があるのがわかります。そしてこの赤色の、線は風と風とがぶつかり合っているような場所に、こういった赤い、線が描かれています。南からの、暖かい湿った、空気、そしてこちら東側からも湿った空気が流れ込んでいました。さらにですね、こちらちょっと色を変えますが、内陸北部の方からは比較的、冷たい、風が吹いていたのがわかります。でこちら左側が、気温を表していますが、北部の方はこちらこの色で気温が低かったんですね。そして、南部は気温が高いエリアがありました。ちょうど、この境目、前線のようになって雨雲が、発達したということが考えられます。昨日は、暖かい湿った空気が、流れ込んできたこと、そして内陸の冷たい空気があったとことあったことでより、雷雲、積乱雲が、発達したということが言えそうです。このため、埼玉県内では、落雷や、冠水のリポートが、この時間、たくさん、いただきました。そして今日なんですが、今日も関東北部、中心に、にわか雨雷雨はあるかと思われます。ただ昨日よりは現象としては範囲的にも狭く、なるんじゃないかなと考えていますが、それでも発生の可能性がありますので、引き続き、急な雨雷雨にはお気をつけください。